蒸気が濃くなってきましたね。この地下へと続く洞窟も思っていたよりずっと深いようです。気をつけていきましょう。どうもこんにちは、三浦です。ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムだったっけ、今日発売されたのでちょっとやっていきたいなと思います。オープニングからいきなり始まったね。剣持ってる。ゼルダでいきなり剣持ってるって結構珍しくないかな。ここはどこに向かってんのかな。この正気に触れ体調を崩す者も多いと報告を受けています。あなたや私はこの程度なら大丈夫なようですが、それにしてもなぜハイラル城の地下からこんなものが。この先の調査は危険が伴うかもしれません。でもあなたがいてくれれば安心です。リンク、早く原因を突き止めましょう。なるほど、これハイラル城の地下なんだね。てかこんなとこあったんだね。でなんか謎の正気が出てきてるから調査に向かってるっていう感じなのか。さあ前作のゼルダもね、まあ、全クリしてるんで慣れてるはずなんだけど、ちょっと操作がちょっとどこだったっけみたいな。結構このゼルダってあれだよね、アクロバットななんか動きとかできたよね。なんかジャニーズみたいなバク転みたいとかさ、そのやり方とか全然忘れちゃったわ。お、どうしたんだ、なんかあったっぽいね。マスターソードが、え、これもう、あ、いきなりマスターソードだったんだ。これ魔を滅する剣が反応しています。やはりこの奥に何かがあるのは間違いありませんね。ハイラルを襲った薬剤封印後、城もずっと放置されていました。その地下にまさかこんな場所があるなんて。気をつけて先に進みましょう。ちょっと待って、操作、あ、もう振り回すぐらいしかちょっとわかんない。あれバク転とかどうやるんだっけ。ああでもあれだね、ちょっとチュートリアル出てるから、うん、まあ別にバク転とかできなくてもいいや、とりあえずは。うわー、真っ暗。リンク、そこにあるものは。お、なんだなんだこれ。古代文明の遺構。こっちは文字。これはゾナウ文明。ゼルダ読めるんだ文字。この辺り一帯は、この彫刻も、やはりここにあるものは私の持つゾナウについての知識に合致するものばかりです。ゾナウは遥か昔神話の時代にあったとされる文明。神のごとき力を持ち天空で栄えたと言われていますが、なんか天空の城ラピュタ的な。多くの歴史書で語られながらもその全容はあまり分かっていない謎の多い文明なのです。てか写真撮ってたね。写真もカメラあるんだこの時代に。なんかチャカチャカ言ってんなと思ったんだけど、それはもしかしたら古代の石像でしょうか。この石像はゾナウ族をかたどったものでしょうか。大きな耳、私たちとは少し違った姿だったのですね。
それにしても天空の文明の遺構がなぜ城の地下に。さらに奥があるようです。行きましょう、リンク。ちょっと行ってみよう。その謎の文明ってやつすごい気になるね。うわー、あー、なんか出てきた。雑魚だったかよかったけど、びっくりした。大丈夫でしたか、リンク。てかゼルダって結構背高いんだな。リンクと変わんねえじゃん。この壁画は？王家に伝わる古文書には今から遥か昔の神話の時代に人と魔王が世界の覇権を争う大戦争があったと記されているのですが、ひょっとしたらこれはその伝承が描かれているのかも。先ほどの像にかたどられていたソナウ族と、これは私たちハイリア人のようですね。ソナウ族はまるで天から降りてきたように見えます。あ、私の祖先ハイラル王家の祖は天より降臨せし神の一族と結ばれ生まれたと言われています。この壁画を信じるなら天より降臨せし一族とはソナウ族、その一族と大地のハイリア人が交わりやがて起こった国がハイラル王国。しかしそこに邪悪なる者が現れ王国の大いなる力を奪う。すべて古文書の内容と一致している。そして魔王が誕生しそれを打倒する戦いが起こった。ここに描かれている人物、これが魔王と呼ばれたものだとするならば、すごい。やはりこれは古文書に記されていた大戦争、封印戦争の全容が描かれた壁画。リンク、これは大発見です。これはフルアが作ってくれたのですが、持ってきておいてよかった。あ、そんなのあったね。こういうものを記録するのにとても役立ちます。完全に任天堂スイッチの形してたけど、埋もれていて見られませんね。あそこなんか重要なこと書かれてそう。ここは一体何なのか、答えはこの先にあるように思います。今は先に進みましょう、リンク。まだ先があったんだね。この岩で隠れてるとこもなんかすごく重要なメッセージが隠れているような気がするけど、これはちょっとどかせないよね。あとこれちょっと気になったのは、このまあ魔王軍っていうのかな、魔王軍とそれ戦っている味方の軍勢が書かれてるけど、この比率、味方の数に比べてこの魔王軍の多さ、これはちょっとやばそうだね。先行くか。マスターソード、キラキラ光ってる。綺麗。わ、ここ正気すごくなってるね。さっきよりもすごいことになってるぞ。あ、それでヒットポイント、今気づいたけどヒットポイントやば。こんなヒットポイントあるんだ。ちょっとめちゃめちゃすごい強敵出てくんじゃないの、序盤なんだけど。こんなにヒットポイントあるってことは、うわー真っ暗。
これ正気切れないかな。うわうわうわ、こっちでいいの？なんか、あ、なんか出てきた。あれは、行きましょう、リンク。最新の注意をお願いします。はいと待ってが出てきたってことは、なんか出てくんの？あれは、え、なにこいつ。うわ、気持ち悪い。ミイラかな。誰かの手が刺さってたんだけど。それが大魔の剣、我が正気で砕ける刃では役に立たぬ。ゼルダ、大魔の剣を持つ者、リンク、ラウルの言う希望、この程度か。どうして私たちの名を。これさっきのあの死体みたいなやつに刺さってたのかな、手だよね、この手。この手がさっきのリンクを助けてくれた。なんか手がすごいことになったね。気が疲れたようですね、リンク殿。
私は貴殿のことをゼルダ殿から聞いて知るもの。瀕死の重傷を負われていたが、命を取り留められたようで何より。貴殿の手は口、命に関わったので代わりにそうさせてもらった。ああ、剣拾わないと。ヒットポイントが下がっちゃったね。さっきのあの、あいつの呪いみたいなやつでぐわーって一気に下がっていったね。ああ、ボロボロだ。ててててがちょっとなんか悲しい感じがした今。クジタマスターソード、横に書いてる1っていうのはレベルみたいな感じかな。なんかどんどん鍛えていくことできそうな感じがするね。聖なる力が宿る大魔の剣、今はハイラル城の地下で受けた正気で、片身が朽ちてしまっている。さあ、チュートリアルあるの嬉しい。これからちょっとね、少しずつ操作を思い出してアクロバットな攻撃できるように頑張ろう。あ、一応切れるんだね、これなんかね。しかし、割と切れ味あったな。調べる。これはなんだ？何？ X で飛びつく？ん？ちょっと待ってよ。調べる。なるほど、右手でああいうことができるポイントがいくつかあるんだね。なんか後ろに出てきたけど、後ろだよ、後ろ、後ろになんか出てきたよ。あ、そっち？てかここどこなんだろうね。うわ、なんかでっけえの動いたなこれ。めちゃめちゃでかい歯車的なやつが。ちょっと行ってみよう。ダッシュできるね。あー、飛び込む、飛び込む、 A ボタン、おい加速、ジャンプ、 B でダッシュか。 OK、 よっ、登って、飛び込む、飛び込む、ここ怖い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 、いや死ぬだろそれ。本当にめちゃめちゃ高い箱から降りたの、すげえな。躊躇なく飛び込んでいったね。俺無理だわこんな高いとこから落ちるの。前どっかの遊園地でこういう中のね、あのプール飛び込みできるとこあったんだけど、俺5メートルでダメだったからね。お、なんか明かりがあるぞ。外だ。これ宝箱？洋服欲しい。服着たいな。古びた下履きっていうのかな。簡素で古風な履物、年月を感じる痛みはあるが、まだ十分履ける。サンダルの紐を結ぶのが少し大変。あ、装備できるんだね。これでちょっと防御力上がったらいいけど、あ、ちょ、若干上がるねこれ。あのすりむいても怪我しない程度かなと思ったけど、膝小僧無防備だなこれ。うわー、なんかスカートみたいで嫌なんだけど。さあ外だー。うわー、こっ、ここ地上じゃなかったの？なんか天空にいるんだけど。こっから飛び込むのか。ちょっと怖すぎ。うわ、高い。よくあそこから飛び込もうと思ったな。うわ、何ここすごい。
奥にいるのはなんかドラゴンみたいなやつかな。なんかいるね。